レゴランド、レゴランド、レゴランドは、レゴブロックで知られるレゴ社が開設したレゴのテーマパークである。自社の製品であるレゴブロックを使ってどんなものができるかという可能性を紹介し、休日を楽しめるようにと企画された。1968年にデンマークのビルンに初めて開設された後、イギリス、アメリカ、ドイツにも開設されたが、 レゴ社の経営不振により、2005年に投資会社ブラックストーングループに売却され、参加の遊戯施設運営企業マーリンエンターテイメンズ、社経営となった一部レゴ社も投資している。レゴの本社があるデンマークをはじめ、アメリカ、イギリス、ドイツ、マレーシア、アラブ首長国連邦、日本の7カ国に開設され、2017年4月現在、世界で8カ所のレゴランドがある。 レゴ社の本社所在地であるデンマークのビルン百9 6 8年に設けられたレゴランドビルンリゾートが世界初である。この事業は大成功を収め、その年の夏のシーズンだけで62.5万人もの入場者を集めた。特徴としては11歳以下の児童を持つ家族を主なターゲットとしており、パークはいくつかのエリアから構成されるビルンのレゴランドの場合、 のエリアからなる。ジェットコースターのようなアトラクションもあるが、レゴランドを特徴づけるのは、教育的な要素であり、参加者が、運河やダムを作って、地形を学んだり、楽器を作って演奏したりできる。マインドストロームズや幼児向けのデュプロを使って学ぶエリアもある。その成功から、1996年には、イギリスのウィンザーの、ウィンザーサファイリパーク跡地に、レゴランド、 ウィンザーリゾートが開園した。今でも世界最大のレゴランドであり、年間入場者数は約200万人と、欧州うちのレゴランドでは最多である。続いて1999年にアメリカのカリフォルニア州カールスバットにレゴランド、カリフォルニアリゾートが開園した。ここにはレゴランドでは初のウォーターパークも併設された。2002年5月17日、 ドイツのバイエルン州ギュンツブルクにレゴランドドイツリゾートが開園した。ギュンツブルクでは開園から1年間で入場者は130万人を数えドイツ最大級のテーマパークとなっている。2011年10月15日アメリカフロリダ州のサイプレスガーデン跡地にレゴランドフロリダが開園した。世界第位の面積を持つレゴランドで2012年には ウォーターパークも完成。2012年9月15日、シンガポールに隣接するマレーシアジョホール州ヌサジャヤに、アジアで最初のレゴランドとして、レゴランド、マレーシアリゾートが開園した。2016年10月31日、アラブ首長国連邦のドバイで中東初のレゴランド、ドバイランドが開園した。2017年4月1日、 日本の愛知県名古屋市港区の近城不島でレゴランドジャパンが開業した。2018年4月15日には水辺の生き物と触れ合う体験型水族館シーライフ名古屋を同年4月28日にはレゴランドホテルを開業。レゴランド、ホテル、シーライフの3施設が一体となったレゴランドジャパンリゾートとして規模を拡大した。 建設予定地を所有する名古屋市とマーリンエンターテイメンツが正式契約した計画書によると約13ヘクタールの敷地を2つの区域に分け先行して約9ヘクタールの1期区域で工事を開始約4ヘクタールの2期区域はポートメッセ名古屋の第一展示館跡地に2019年に着工し2021年に共用する計画敷地面積のヘクタールは レゴランドビルンリゾートと同じでレゴランドでは最小である。日本の千葉県が千葉市三浜区の幕張海浜公園に世界で4番目のレゴランドを誘致した。2002年から2005年にかけて、レゴ社日本法人は敷地面積30ヘクタール350億円から450億円の投資により、レゴランド幕張の開園を予定した。 計画では年間入場者数200万人を見込んでいたが、不況の影響で出資企業が集まらず、2001年にレゴ社側から計画の一時休止が申し入れられ、2003年になってレゴ社はレゴランド幕張の計画の正式断念、撤退を千葉県に通知した。これにより4番目のレゴランドは次の候補地であったドイツのバイエルン州、ギュンツブルクとなった。 2018年7月現在、レゴランド、コリアリゾート、レゴランドニューヨーク、レゴランド、上海リゾートの3つの施設の開設が計画されている。レゴ社は3年おきにレゴランドを開設する計画であったが、世界的な玩具市場の縮小などによる深刻な経営不振のため、2005年6月にレゴランドの経営権をニューヨークに本拠を置く投資会社。 ブラックストーングループに3.75億ユーロで売却した。これに伴って、ブラックストーンの参加で、テーマパーク経営実績のあるイギリスのマーリン、エンターテイメンツ社とレゴ社の合弁企業、持ち株率は、ブラックストーンが70%、レゴが30%が設立され、レゴランドの経営に当たることとなった。レゴランドディスカバリーセンター、LDC は、 世界23カ国で104のアトラクション施設を運営するエンターテインメント企業マーリンエンターテイメンツイギリスによるレゴロックをテーマにした屋内型アトラクション施設で規模が3000平方メートル前後とより小規模な屋内型のレゴランドである2007年にドイツベルリンのソニーセンターに設けられたのが最初である続いて二千八年に同じくドイツのデュースブルクに 設置されたが、2013年に隣接する、オーバーハウゼンのチェントロそばに移された。その後、シカゴ郊外のシャンバーグ、アトランタ、ダラス郊外のグレープバイン、カンザスシティ、ニューヨーク郊外のヨンカーズ、ボストン、2014年5月開館などアメリカの旧都市、イギリスのマンチェスター、カナダのトロント郊外のボーン、そして日本の東京、台場に設置され、 2015年の春には大阪に国内2カ所目となる LDC 大阪が設置された。同年トルコのイスタンブール、2016年に中国の上海に設置され、2016年9月、現在世界7カ国に17の LDC がある。2歳以下は無料、3歳以上は有料で子供料金の設定はない。発行施設のみ有効の年間パスポート、 4名以上のファミリー年間パスポートがある。子供のみでの入場不可、大人のレゴナイトなど特別な場合を除いて、大人18歳以上のみでの入場も不可となっている。シーライフセンターはレゴランドの運営会社、マーリンエンターテイメンツの運営する水族館で、一部の水族館はレゴランドに併設されている。2018年8月現在、 レゴランドカリフォルニアにシーライフカリフォルニア、レゴランドジャパンにシーライフ名古屋が隣接して設置されている。これらのレゴランドに隣接したシーライフではレゴモデルなどが館内配置されている。レゴランドディスカバリーセンター東京において2018年4月21日に全員が聴覚障害者である家族とその子供の友人がセンター側及び 事業主体のマーリンエンターテイメンツジャンの不手際から聴覚障害を理由に入場を断られていたことが判明した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。